先月22日の浪江町津島地区、今も帰還困難区域に指定されています。その津島地区で上り成田自宅までの坂道を歩く男性がいました。今野正義さん、悩み抜いた末に自宅の解体を決め、去年11月に完了しました。乗船したんだな、ここな、ずっと山の方ですか、ね。自宅のある場所は特定復興再生拠点に指定され、避難指示の解除に向けて除染と建物の解体が進められています。残ってるのは石積みくらいだからね。でもここら辺も全部これ切ってもらったから、はっきり綺麗にはなったけどね。庭に植えていた大きなツツジも除染のため刈り取られました。でここからそっちもそれが300年前だし、かつてここにあった今野さんの自宅は築300年の古民家です。今は材木丸太を製版するでしょ、割って家具材作るんだけども、丸太を長男と削って家具材にした。去年私たちが訪れた際、自宅は痛みもありましたが、その日まであった暮らしと積み重ねた歴史が残されていました。いや、それは悩んだけども、でもどうしようもないな、こうやって浮いたってな。あえてこれでも一歩でしょ。加えて今野家は津島に伝わる三匹姉妹の庭元と呼ばれる世話役で、練習場所として自宅を開放するなど、地域の伝統芸能の拠点となってきました。結構広かったなって思うんだよな、あの敷地がな、はい、でも全然はもうここにうずあったのも、まあ、来てかかりしたというのはまず一つだね。前の面影ってどんなになってんだか想像するしかなくなっちゃった、はあ、三匹姉妹の本番の日は今野家の庭から神社に向けて出発しました。獅子舞ここでやったの。ここで最初に踊って、もし神社さんで出てた。復興拠点としての整備が進む自宅周辺は除染が進み様変わりしました。国は津島地区の 1.6% を復興拠点に指定し、再来年3月までの避難指示解除を目指しています。しかし地域の将来像が見通せない現状では、帰還するかどうかは判断がつかないと話しています。戻るかどうかっていう判断もつかないよね。だからここを挑戦者って、まず戻ってくるのまだうちだとすぐなくならないんです。まあ水道だのそういうの全部あれでしょ。解除されたとしても残る帰還へのハードルと変わりゆくふるさと、今野さんはこう話しました。何でもないんだもん、田んぼ竹が綺麗になったの。